重大結果発表。皆さんこんにちは、ムケオでございます。本日ね、予定編 YouTuber の月収というところで話しながら結果発表こちらの方ね、ちょっとしていきたいなと思います。はい、皆さん、よろしくお願いします。それではちょっと行ってみましょう。ちょっとね、あんまりね、こう引っ張りすぎるとあれなんで、もうね、まあ基本的に話したいのは今月の激烈12月台湾チャレンジ、こちらのね、結果発表でございません。はい、このようにね、激烈12月20万チャレンジ GoTo 台湾というところで目を打って2022年12月、駆け抜けてきました。こちらやった内容としましては、まあ本当ね、見ていただいている方はわかると思うんですけれども、もう毎日動画投稿ですね、しっかりとしたネタのある、ためになる動画、これの、毎日投稿、プラスショート動画の、毎日投稿、そして、毎日ライブというところで、がっつりやってきました。はい。これでね、結果どうだったのかと言いますとね。はい。結果、大成功でございます。ありがとうございます。本当に皆さん。本当にありがとうございました。そして僕ね、やりすぎました。今こうやって喋ってますけれども、やっと回復して、ここまで喋れるようになったと。2023年のこの、初夢はもう悪夢でしたね。風邪ひいてたんで、もう悪夢10回ぐらい見ました。起きてまた悪夢見てみたいな。まあそこまでちょっとね、追い込んでいきましたよ。でも本当皆さん、ありがとうございました。数字もね、マジでやばくてね、グラフがえぐいことになってるんですけれども、今月、まあ、大体私、まあ、20万再生月全部で取れたらいい感じだったんですけれども、12月ね、もうがっつりやりましたので、こちらね、20万取れればいいところが、61万再生。はい、視聴回数だけでさ、61万再生。やっぱりこう、すごいですね、本当に。やっぱ、しっかりやれば、こう、数字もついてくるんだなと、本当に皆さんありがとうございます。本当びっくり。もうグラフもね、えぐいことになってます。はい。次、再生時間なんですけれども、大体私、1万時間こちらをね、目指してました。初めはね。ただ、やってみたところ、2万4000時間。これもすごいグラフになってますよ、これ。もう、やっぱ本当にね、やっぱ、よかった。すごいですね。あと、チャンネル登録者数もね、毎月ね、200人増えたらもうめっちゃ多く増えたなって思ってました。でも今月、12月ね、603名増えていただきました。本当にありがとうございました。一応ね、もうね、3000人年内って言ってたんですけれども、もう3700に迫りましたね。一応3700目標だったんですけど、最後私死にましたんで、結局、ダメでしたけども。で、収益の方も、こちらね、もう、すごい。毎月ね、もう10万も行くわけがないぐらいの金額なんですけれども、今月は本当皆さんがね、このチャレンジに賛同していただいて、まあ、スーパーチャットとか、まあ、いろいろいただきまして、で、まあ、この広告費だけで15万。これって結構やばいと思うんですよね。いや、でもね、本当にスーパーチャットありがとうございます、本当に。もうスーパーチャットとかメンバーシップとか入っていただいて、もう広告費だけで、15万か、になって、あとまあね、いろいろもう皆さんがグッズ買っていただいたんですよね。仮面とかね。はい、もうこんなんいっぱい買ってもらって、まだちょっと作りきれてない仮面があるんで、もうその分は入れてないんですけれども、それでも、収益として、27万5千円ぐらい、ちょっとね、細部まではこれ規約上言えないんですけれども、皆さんが賛同していただいて、もう20万チャレンジつって、もう20万なんていかないと思ってたんですよね。本当にありがとうございます。まあこれは、まあそんな続くことではないんですけれども、まあしっかりとね、でも、本当にこれはね、未来が見えましたね。20万いくわけない。うん。チャンネル登録もそんなに増えるわけない。300増えれば、
いいかな、そんぐらいでやってたんですけども、いざ本気でがっつりもう倒れるまでやると言ってやったところ、まあ、結構な成果出ましてね、言ったんで、やっぱフリーランスとかそういうこの業界みたいなのは本当やればこう結果出てくる、そして皆さんも応援していただくっていうのが本当に嬉しかったですね。で最後風邪で寝込んだんですけど、そんな中でも皆さんが通常動画にスーパーチャットいただいて本当にちょっとありがとうございました。底辺 YouTuber の収益がこんな感じです。はい、ということでね、皆さんのおかげでこれ台湾チャレンジね、もう成功でも決定でございます。はい、本当にありがとうございます。ちょっとね、今お願いされてる仮面だとかね、あとちょっと私の中でやりたいこととかちょっとありますんで、その辺もやりながら、ちょっと台湾の計画、ちょっと1月はね、しっかりと進めていきたいかなと思っております。まあ、もともと私、世界中回りたくて、まあ、この世界飛び込んだ感じあるんですよね。やっぱ自衛隊だったんですけど、やっぱりあんまりね、その海外、行っちゃいけない国とかいっぱいあって、まあ、結構制限もやっぱ多い、業種でありましたんで、ちょっとね、なかなか行けない。でもそんな中でやっぱ世界をね、見たいなっていうのがありました。まあそんな足がかりになったかなと。12月っていうのはね。その、再生がまあ伸びるかわかりませんけれども、まあちょっと挑戦してみたいなと。台湾。この計画進めていきたいと思います。まあ私だけじゃなくて皆さんにも何かプラスになるような情報とか、そう、もしなんか時計とか変えたらね、その辺もね、ちょっと持ち帰っていきたいなとか思いますんで、まあちょっと1月はそういうふうにちょっと皆さんと計画作っていきたいなっていう考えですね。2022年ですけれども、チャンネル登録ね、今ちょっと数えてみたんですけど、2400名もね、新たに、増えていただきましたね。本当にありがとうございます。まあ、顔も出さずに、こう、仮面かぶってやってるわけですけれども、まあ、なんか、本当にありがたいですよね。少なくとも3700名の方は、もう私の認知、しっかりしていただいてるっていうことですよね。まあ、人生生きてきて、3700人に認知されるのか、YouTube をやってなかったら、と思った時に、やっぱすごいなっていうのを感じます。ちょっと、皆さん、ファミリーですから、ちょっとよろしくお願いします、こちらの方。まあ今年のまあ目標なんですけど、まあとりあえずはまあ1万人登録ですよね。まあ5000人まではマジぶっ走っていきたいなっていうのはあるんですけれども、まあしっかりと1万人登録。まあ去年も一応掲げてたんですけど、やっぱ基本的にはやっぱ無理でしたけれども、まあ伸び率とか見てたら、ちょっと無理じゃないかなって。で、本当に12月、こんな行くとは思わなかったんで、できるとかできないとかじゃなくて、まあやるかやらないかだと思うんでね。ちょっとがっつりちょっとやっていきたいなと思います。今年はね、もう少しマネタイズの方を意識していかないとやっぱ続かなくなりますので、活動の方もちょっと今ね 3D プリンター、買いました、こちらの方でちょっといろんな作っていきたいなというふうに思っております。まあ、引き続き仮面等もやってるんですけれども、皆さんもしよければ、その辺も、よろしくお願いします。自衛隊13年やってで、絶対その月収って結構きついのかなと思ったんですけれども、頑張ればいけたっていうところで、まああれはまあ続くもんじゃないですけど、しっかりと自信にはなりましたんで、何らか2023年これ生かしていきたいなと思います。もう本当今ね、やりたいことにね、全振りできてますね。もう無駄な時間全くないですね。もう自分がやりたいことだけしかやってないっていう、飲み会とかもありませんし、まあ、視聴者さんと飲みたくなったらオフ会して、飲むし、まあ、ちょっともうね、やりたいようにちょっと、やらせていただきます。やっぱこういう風に規模がやっぱ大きくなってくると、結構なんか意見はやっぱありますよね。もっとこうしろこうしろとか。でも基本的には自分がやりたいことをやるために今ここにいるわけで、自分のやりたいことがね、間違ってたとしても、でもやりたいことをやりたいと思います。はい、まあちょっと2023年ね、ちょっと今まで以上にちょっと尖っていこうかなと思ってますね。まあ今年結構グイグイ行こうかなと思ってますんで、まあどうなるか分かりませんけれども、もうとりあえずやります。本当、はい、もし皆さんね、よければ、底辺 YouTuber が未来どうなるのかと、私がどこに行ったか、分からなくなる前に、皆さんもしよければ、チャンネル登録、いいね、
よろしくお願いします。ちょっとね、えぐいところまで行きたいですね。はい、ちょっとね、今日につきましてはちょっと病み上がりでちょっと何言ってるか分かんなかったかもしれないですけど、まあ、とりあえず目標と、台湾チャレンジの成功で、底辺 YouTuber の月収というところでお送りさせていただきました。はい、ちょっとまたね、どんどんやっていきたいなと思いますんで、皆さん、今後ともよろしくお願いします。2023年も、ロレックスマラソン、ぶち上げていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、そんな感じですね。はい、GMT マスター、今月ね、今年変えたらなと思ってますんでね、しっかり稼いでいかないとね、いけないかなと思っております。はい、そんな感じです。はい、また、ライブ等もやっていきますんで、そろそろね、しっかりと、はい、皆さんよろしくお願いします。それでは今年も頑張りましょう。以上です。 OK OK OK。